こんにちは、キンビアアスレティックス所属のプロランナー池上です。集中講義の時間です。あなたはこんな悩みを抱えたことがありませんか？最近なかなか疲れが取れない、集中できない、肌が荒れてきた、体重管理がうまくできない、こういった悩みを抱えている人は多くて、それを年のせいにしてしまったりとか、あるいは自分の気持ちが弱いせいというふうに考えがちなんですが、実は人間の体っていうのは食べるもの一つでかなり大きく変わるんですね。アンチエイジングもそうだし、病気にならないっていう消極的な意味でもそうだし、最大限体の回復力を高めて、毎日元気な状態で仕事に行く、走るっていうこともそうだし、もちろん体重管理っていうものもそうです。で、全て、よくありがちな誤解なのは、栄養っていうものを考えた時に、健康的な食事とかダイエットっていうのは禁欲的じゃないとできないっていう思ってる人が多いんですが、実は全然そんなことはないんですね。確かにその食べ物を選択する必要っていうのはあります。体に悪いものを摂取せずに体にいいものを取っていく、そして自分の力が最大限で果たせるような栄養を摂取していく、そういう選択っていうものは必要なんですが、食べるのを無理やり我慢したりとか、あるいは美味しくないものを無理やり食べなきゃいけないとか、そういうことは全然ないんですね。じゃあなぜ皆さんがそういうやらなくてもいい我慢をしてるかっていうと、やっぱりその食事の選び方っていうものを知らないだけなんですね。食事の選び方を知らないだけで、やらなくてもいい我慢をしなくちゃいけないってすごくもったいないことだと思いませんか？あるいは今までと美味しい、同じように美味しいものを食べてるだけなのに、今までよりも元気になる、疲れが取れるのが早い、肌の調子が良くなってきた、体重管理もうまくいく、そういう知識がもしあるのであれば、知らなければもったいないと思いませんか？この集中講義を受講するメリットは、今までと同じように美味しい食事を摂取しながら、健康的な体を作る、疲労の回復を早くする、毎日集中できる状態を作って知的パフォーマンスを高める、そして適切な体重管理をする、これがこの集中講義を受講するメリットです。実は競技をやってる選手も体重管理とかその食事管理っていうのは簡単ではなくて、実際にロンドンオリンピック日本マラソン男子代表の藤原新さんも、時にはこう悩んだりしながら勉強されてるんですね。この動画は藤原新さんも実際に実行していただいて高評価いただいている動画です。もしあなたが栄養について学びたいのであれば、私を信じて一度この集中講義を受講してみてください。お役に立てなかった場合には全額返金保証をつけています。そのぐらい自信のある集中講義ですので、ぜひ集中して受けてみてください。では動画の中でお会いしましょう。購入の仕方は本当に簡単です。5分ほどで全て終了し、基本情報を入力するだけで自動返信メールで、あなたに集中講義をお届けしますので、興味のある方は今すぐ受講してください。